ロッカウェイパークシャトルはアメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市クイーンズ区を走るニューヨーク市地下鉄のビービジョンに属するシャトルである。かつて独立地下鉄網が保有、運営していた区間の一部である。IND ロッカウェイ線のブロードチャンネル駅からロッカウェイパークマイナスビーチ116丁目駅間を走っている。サブウェイゴーズ2ロックウェイ2016年5月下旬。 または2016年の6月中旬から、レイバーデーまで、ロッカウェイ・パーク・シャトルを延長運転し、ブロードチャンネル駅、ロッカウェイ・ブールバード駅間も走行すると発表した。これにより、オゾン・パーク、レファーツ・ブールバード駅行きとファー・ロッカウェイ、モット・アベニュー駅行きの両方の列車からシャトルに乗り換えられるようになったほか、ロッカウェイ・ブールバード駅で、シャトルからより多くの A 系統の列車に、 乗り換えられるようになった。また、この期間中はいつもの4両、または5両編成ではなく8両、または10両編成で運行された。この延長運転は2017年夏にも実施された。判例、ありがとうございます。